韓国政府の聯合ニュースによりますと、韓国政府が主張する歴史以外の主張をすると、罰せられる法律、歴史不正処罰法の制定に、韓国人の56.6%が賛成したことが明らかになりました。 現在、韓国政府は反日教育を行い、朝鮮戦争の事実をねじ曲げて伝えていたり、さまざまな歴史改変を行ってしまっているんですが、この法律ができてしまいますと、さらに、韓国人の皆様が歴史の真実、事実から遠ざけられることになってしまいます。 今後ですね、韓国政府ではこういった法律を根拠に、さらに言論弾圧が進んでしまうんじゃないでしょうか。このまま言ってしまいますと、中国や北朝鮮のような独裁国家になりかねませんので、韓国人の皆様には、こういった異常な法律に対し、しっかりと反対していただき、 韓国の自由を、民主主義を、真実を守っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。